皆さん、こんにちは。インスパイアのこたです。今日もユースリームを使いまして、ネットベースに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、2021年8月2日になるんですが、実はですね、7月の30日だったかな、29日だった、29日ですかね、にですね、 ちょっとすごい発見をしてしまいましてですね。えー、今日はですね、スクープということで、えー、Google マップ、そして Google マイビジネス、さらには Google 広告ですね、えー。この3つが連携するものが始まっているかもしれないということで,ですね、えー。お伝えしていきたいと思います、えー。まずですね、びっくりしたものをね、実際にも見てもらいましょう。こちらからご覧ください。どうぞ。 はい、えー。見えますでしょうかねこの真ん中の方に書かれているものなんですけど、ちょっとですね、えー、アップにしてみたいと思うんですけど、はい、こんな感じになっています。はい。えー、四角いピンは広告です。広告主は Google に広告料金を支払い、これらの場所を宣伝していますということで、えー、ここにですね、一新堂さんという宝石屋さん、桜木インターテンさんが、えー、出しているものがあると思うんですけど、通常はですね、ここにこういうですね、なんか、 あの、なんていうか、ロゴマークっていうの、ロゴマークじゃないな。えー、こういうアイコンっていうんですかね。えー、で、このようなですね、あの、郵便局とかですね、飲食店みたいなマークあると思うんだけど、ここのとこに、その店のロゴマークが出ていて、そしてここにお店の名前が出ているということで、色がついてますからね。明らかに普通と違うなって思うじゃないですか。この広告が出ていたんですよ。 で、えー、これどうやったらこれ出るんだろうということで、ちょっと調べてみたんですけど、ちょっとその辺のことが分かってきましたので、こう地図を見てて、僕はたまたまですね、Google のこのマップを見ながらですね、えー、道案内で、 あの、車を運転してるときに、あ、あれと思ってですね。で、運転してるから慌ててしまって、えー、詳細見れなかったんですけど、えー、事務所に戻ってからですね、近くで出てるお店を見つけましたので、今日はですね、それをね、お伝えしたいなと思っています。えー、いつものように YouTube のメンバーシップの方に、この先の動画を公開していきたいと思っています。えー、この動画の下のリンクの方から YouTube メンバーシップ、えー、月額190円から学べます。デイリー会員の方に入っていただければ見ることできますので、どうやったら 実際これを押したらどんな画面が出てきてそこからどんなことが言えるのかっていうことですねかなりねこれ面白いものが出てますので早速ね紹介していきたいと思いますでは早速こちらから見ていきましょうこちらからご覧ください